これから冬のミルクランドを元気にしようとする作戦、一つ目はあちらです。煙が立っているところです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。富士宮市にあるレジャー施設ミルクランド、冬になるとお客さんの数が極端に減ることが課題でした。そんな冬のミルクランドを変えようと立ち上がったのが富士宮市出身の永田新社長です。世界中の海に潜り、ドキュメンタリーなどを制作してきた海洋ジャーナリストでもあります。コッコマッカラって何ですか？これは、はい、焚き火でソーセージを焼くイベントですね、はい、フィンランド語でコッコは焚き火、はい、マッカラはソーセージですね。なるほど。今の子どもたちはこういう火を燃やす機会がないんですね、はい、冬場にですね、親子で来ていただいて一日楽しんでいただければと思うんですね、はい、寒い地域フィンランドの家族団らんのイベントをミルクランドに取り入れました。さらにはこんなものも。ミルクランドの林から拾ってきた落ち葉で作ったプール、自然がいっぱいのミルクランドならではの遊び場ができました。たまった、これはいい。そして最大の目玉としてスタートしたのがドローンの練習場です。ドローンを借りてプロの指導を受けることもできます。人目気にしないで思いつも練習できるっていうところですかね。空き地とか畑とかあるんですけども、持ち主さんも飛ばしてもいいって聞くと、とかってあんまりいい返事してもらえないんでね。これが子供から大人、そして練習場がない都会の人たちまで大人気となり、遠くからもお客さんが来るようになりました。私がですね、世界の海に行ったのもですね、子供の頃ここで自分の体感として得たですね、大自然が体に染み付いてるんじゃないかなというふうに思ってます。一年中通してですね、この自然を親子で語り合いながら遊んでいただきたいというのが私の夢なんですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。